99% が石器を作る時のかけらだけで、うん、形になったものっていうのは本当に 1% 未満なんですよ、うんうん、そうですね、すごい点数出てますもんね。その代わりまあ出てくる出動している量が、うん、その道路工事なんかでも760万点ぐらい出てきてますので、うん、総重量でも12トンから13トンぐらいになってます、うん、それはほとんど収蔵なさってるんですか。あ、そうですね、仕事の輸出は3万年から約1万年ぐらいまでの期間になるんですけど、うん、特にその中で、まあ、あの各時期 の石器群を代表するものが、うん、あの重要文化財にしていただいています。この龍門画自体は多分上から落ちてきたものですね。ここはあれですかね、石器時代人は取ってはいなかったの。ここからはここの路頭の石はあまり使ってなかったと思います。あのアジサイなんとかの方ですか。そうですね、アジサイの竹ですとか、はい、あとはあの、もう少し山頂部であるとか。あ、山頂部ね、はい。でもこの山まで入って、あの特に旧石器時代の人たちっていうのは、うん、この山まで入って溝の直下で運搬してたのは間違いないと。河原でもここから沢に流れて、湧別川にも黒曜石が落ちてるんですけど、でもそのそういった石ではあのやっぱ旧石器時代 の、うん、あの特に大型 の、 あの戦闘機ですとかそういった、うん、あの石器を作る材料には向いていませんので。北海道教育大の旭川校の、はい、あのまあ、もう退官されたんですけど、あの和田恭二先生が随分、うん、はい、あの黒曜石、あのこういったあの黒曜石を作り出していくあの火山活動 の、うん、あの調査していただいたことで、だいぶあのその定員といいますか、はい、当時の火山活動なんかが、分かってきましたので、この路頭で、まあ、大体高さが10メーターぐらいかな、うん、はい、うん、山頂部の方も多分、その龍門岩溶岩がまあ2枚石か2つのこう、重なり合うような形で多分あの採石するみたいなんですけど、うん、多分厚さ的には10メーター、黒曜石の層だけで10メーターぐらいの厚さにはなるんじゃないかっていうわけですから、うん、まあ、かなりの埋蔵量ですよね。なるほどね。